はい、始まりました。オールチャンネルイエーイ。はい、なんか楽しそう、今日は。ということで今日はですね、皆さん目の前見てくださいよ。これ来ました。思い出すね、あの日を。 LEGO レゴレゴー、ということで今回僕がちょっと持ち込み企画させていただきまして、こんな君らしいな、はい、先日あの僕たちがレゴランドディスカバリーセンター東京マスターモデルビルターのデジタルコンテストのスペシャルサポーターに就任させていただいたと思うんですけども、はい、それの後ということで、俺がちょっとね、みんなでまだまだちょっとレゴやりたいなと。いや、そうね、あのずっとやってたもんな、あの日。あの時間だけで足りないということで、わかるわ。ちょっとレゴもう一回みんなでやりたいってお願いしたところ、じゃあ YouTube でやれるということで、嬉しいね。はい、ちょっとみんなで今日はレゴ作っていきたいと思うんですけども、何、ね、なんかレゴ企画をやりたいって言ったら、なんかルールを作ってくださったので、ちょっとルールだけ説明してもらっていいですか。ちなみにあのレゴの大会の中では45分で一つの作品作る。で、すごかったからね。すごかった、うん、なので俺らは30分を4人協力ということから、からまあまあまあ、チームプレーもちょっと甘噛みしましたね。そう、あのチームプレーも試されるし、うん、この想像力をどんだけ体現できるかっていう力も。追加ルールがございまして、はいはいはい、あ、もう行くんですね、はい、あれ何分やったっけ。30分か、はい、レッツレゴせーの、それでは行きましょう。レゴ、よし、いや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 、いこういこういこう、やばすぎ、めちゃくちゃ破いてるよ、うん、これってなんか破るとこないん。実際返した、あ、あったわ、うん、一旦開けてさ、こっち側に全部出したで、こっちも開けてみる、一旦開けよう、よし、ね、一回ピースは全部使うじゃん。そう、ねえ、そうね、待って、何それ何それ、え、ブロック分けようかなと思って。すげえ、すげえレゴ。あとこれもう入れ物でもうレゴ楽しんじゃってる、ね、楽しいよ。何それ、こうやって多分、うん、あー、そう、多分こうやって、ね、大きさ足りない、あ、本当だ、でも大丈夫、打っちゃう、じゃあもう作っていきます、ね、うわー楽しい、一回青作って、そしたらこれじゃない、ありがとう、うん、え、めっちゃ楽しい、このはめる作業がもうすでに楽しい、マジで、うん、これいいんじゃない、あと面からあるよ、見て、あ、ありがとう、面からぶっ、いや、早く早く流れてそれが、レゴって全部面からなの、あれ、これ入れてく、もう全部面から、うん、全部入れてくどう、マツくん、うちの、うちの、うちに負けてるの、作れないわ、嘘、え、でもね、難しい、これ多分めっちゃあるよ、これだと緑だから青で埋める、うん、え、ね、どんぐらいそれ立体的にする、高さも合わせようよ、なんかどんぐらいか、わあ、でも俺多分作って、でもあんまこれ個数もないからさ、そんぐらい、あんまり高いのは作れなそうじゃん、あ、そういうこと、こっちも使います、そしたら、え、使いたい、使えるなら使いたい、まあまあいい、まあ、考えごめん、なんかありがとう、だからこういうことでしょ、うん、そういうこと、もうだからもうガッてやっちゃっちゃう、ちょっと待って、さっきちょっと軽く話し合ったんですけど、一応それがさ、合致してるか分かんないじゃん、そうね、そうだね、これをあっちの2人とこっちの2人組み合わせるときに、本当に一体感の1個できるかどうかな、こんな、そういうこと、これ俺がやってた時こんなレゴなかったよ、こんなラメ入ってるレゴ、めっちゃ綺麗、そう、こうはめるしかなくなってくる、ちょっと概念にとらわれず、ちょっと好きなようにやってみるか、要するに、OK、 これ何以上でしょ、だからここにこう来て、うん、で、ここにそれさせるよ、ほら、お、あ、待って、説明書あるやん、説明書見て、ちょっとアイディアだけもらおうかな、うん、あ、もう5分経った。あ、もう5分経った、早っ、これほっといて、はい、あ、これ片付けといて、ああ、あ、違う、あ、捨てといてじゃないの、危ない、お前やめろよ、捨てといて、捨てといて、おお、うん、関西弁やん、そう、俺、みんな、え、そういうこと、お前、イエーイ、そういうこと、アイテムが増えてくってことか、みんな、なんかワンアイテムとかじゃないんや、で、ブリッジをこれ走らせて、うわ、
痛え。いや、俺タイヤついてるよ。これ痛えよ、タイヤ。今タイヤついてんのよ。タイヤ痛えよ。レゴってマジいろんな形あるな、うん、すげえな。でも楽しいよ。めっちゃ楽しい。ね、車作るのめっちゃ楽しい。俺やっちゃってるけど。やべ。楽しい？うん。よかった。うわ、早くして。早く、早くしたい。早い車作りたい。レゴしてる？うん。もう発想力だよね、これって。ね。うん、もうアートやからね、前フミヤがコメントしてたけど、うん。ってことだよね。うん、アートなの。はい、次のクイズの時間です。はい。はい。イタリア語で凍ったという意味の氷はですね。あ、わかった。はい。行っていい？行っていいよ、いいよ、いいよ。もうもらっちゃおう。ジェラート。当たった？当たった？正解？イエーイ！ジェラート。ねえ、ジェラート。ジェラート？あ、ジェラートは先輩か、これ。違う。うわぁ、開けていい？いいよ。これこっち作ろうっと、じゃあ。あった。ああ。いや、結構いい感じじゃないですか。うわぁ、やばいなぁ。どうしよう。組み立ててます。はい。ねえねえ、部品、何かな？入ってるか？なんだ？森に見えてるでしょ。あった。森じゃないですか、緑ばっかりで。今から見ててください。そっち進んでる？水色進んでます。かっこいい車が出来上がってきてるわ。マジ？どう、うん、これちょっと海の中をね、やっぱ演出したいからね。演出したい。来たー。続いてのクイズの時間です。はい。続いてのクイズ正解したらこちら。一応持ってきますか。絶対そうね、一応挑戦する。あ、クイズだ。これが作ったやつ。やばい、本田くんじゃない、これ。はい、みんなお願いします。あ、もう お願いします。え、いいっすか。もう一発が出ちゃって。え、マジかな。え、わかんないから。あ、ピッコロ。3番のピッコロ、どうですか。俺ミスターサッカー。いや、違う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 、すげえ。え、俺びっくりしちゃった。ちょっと簡単すぎて違うのかなと思っちゃって。あ、簡単なんや。簡単なんだ、うん、まあピッコロ足で高いですから。え、これいや、これは何がおもろいと思うよ。え、ちょっとそれでもこっちも無理っす。おい、とりあえずじゃあこれ置いとくか。うん、はい。あ、なんか俺に似てない。確かに人いねえわ。うわ、作りてえけど30分じゃ無理そうやな、これ。いや、それもっと時間欲しいね、これ。見て。で、ここに何をする。ここに車、こう天井物。確かに絶対豪邸、豪邸。そう、豪邸、よくさ。あ、来た。豪邸2階に車。ついに皆さん、はい、ラストチャレンジの時間です。いや、マジで飲まんといけるんちゃう。続きましては、はい、こちらのレゴ。人いる、人。え、人めっちゃいるやん。あ、人欲しい、人欲しい。人が欲しいから、欲しいよ。はい、次のクイズはこちらです。年から伝えたいな。うわ、これ、やばい。わかんねえ。これやばい。これさ、勝つわかんないの。俺も12ぐらいやったと思うな。12か18じゃない。勝つに委ねよう。そう、委ねるしかないよ、これは。18はない。12でいこうか。12で。もっと言ってなかった。え、もっと言ってた。え、待って、フミヤは。フミヤの嘘。いや、待って待って。俺、え、全部で20だっけ。24ぐらいやったって。 24？ うん、いって、フミヤ、いっちゃって。24。いやー、なわけねえよ。え、え、24。え、うん、え、どういうこと。24。まあまあまあ、当たった。いや、まあ、そう、俺なんか24だった気がした。俺、ほんで、俺さ、自分のサッカーの背番号やみたいな話したわ。うん、うわ、ほんまや。やった。当たったんかい。当たったわ。でもすごいすごい、フミヤありがとう。まあだからメンバー愛があるってこういうことや。そういうこと、今実証されてしまった。そうね。はい、出してきました、はい、残りが10分なんですけれど、はい、あら、うわきついね。どうでしょう。いや、きつい。そっちはどう。いや、きついわ。きつい。俺ももうちょっと欲しい。俺たちも追記だよな。いや、結構いける。嘘だろ。全然無理。まだまだ全然無理、はい、全然リームです。では、改めて、はい、スタート。うわー、すごい。残り20分。みんな、いや、本田くん、俺これ白で作るわ。車は完成した。え、マジ。いや、車か。見て。ん、いや、かっこよ。これ、ちなみにこれ動きます。こう、どれ、うん、どうね。めっちゃいいよ。めっちゃいいね。うん、いける。どう。おい、
かわいい。かっこいい。あの、まあ、ゲットウェイ初めて夏曲出したい。うん。出したわけですか。全員語彙力死んでる、うん、今この状況下で、うん、そのまあ、ウィンドのなんか写真撮りに行ったりしたじゃないですか。行きましたね、はい、なんかそういうの込みで、はい、なんかこう、夏した、この夏できる最大限の夏やったなって思いました、ね、そう、あ、まあ外出れないからね、そう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 、だからね、なかなかね、うん、そう、僕は そういう点ではなんか海行ってみんなで、あの、夕日バックに撮影したりしたじゃないですか。確かに。ああいうのはね、良かったっすね。で、みんなで、うん、キューブの皆さんに会えたことだったり。まあそうね。あと、まあバーベキューとかもできたんで。結構いろいろできたからね。食が好きな僕としては、結構やっぱりいい思い出といいますか。お腹も満たされたし、思い出も満たされたって感じで、いい夏になったかなと思いました。でも夏の思い出マジでウィンドなんですよね、俺。いや、マジでそうやねん。そう、ウィンドでも言ったんですよ、俺。そう。なんか今まで雑誌で夏の思い出とかなくて、うん、あんまりなかったから、ウィンドが本当最高の夏の思い出になりましたって。僕は、一番だな。今回のレゴ人生で多分一番の重大な仕事でした。なんで僕今からあの僕の好きなように自分の世界入ります。やっぱこれや、全部これどうですよ。え、ちょっと待って、やば、え、残り5分中だ、やっべえじゃん。あぶねえ、ナイスキャッチ。だってこいつだけは作り上げたい。いや、ちょっと待って、あと5分か。ちょっと待って、俺の前作り上げたい。ねえねえ、この葉っぱみたいなもう一個ないかな。どれ、これ、こういうの。うわっ、天才。あーす、え、これすごっ。クワガタみたいな。え、サソリでしょ。絶対サソリでしょ。じゃあ、一つサソリ。これ絶対サソリでしょ。こんな俺が探してたのにめちゃめちゃあったわ。あんなに探してたやつ、あんだけ探してたの、ここにめっちゃあった。マジでやばい、すげえ、すごっ。俺はもうこれでいいよ。マジで、すげえじゃん。はい、完成しました。完成しました。いや、早速やめやめ、大丈夫、はい、え、まだそっちも俺たちの知らないもんね。うん、そう、知らない。もう 2-2 で一応ね、チームで一応作ったわね。最終的にこう、ちゃんと合わせる。テーマはね、一緒にしたからね。そう、テーマは、まあ、こっちの裏テーマっていうのもあるので、まあ、本当に、一回じゃあ、すごい、凝ってるな。まずはじゃあ、ちょっとどっちか、玄関、玄関から、はい、はい、玄関、ようこそ我が家へ、はい、家なんですね。ようこそ我が家へという、うん、まあ、まず玄関には2頭のお猿さんからいますね。じゃあ、まあ、だから言ったら、あの、沖縄のシーサー、まあ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 、まあ、言っちゃえばねってことかな。そういうこと、そういうこと。じゃあガサルなんだ。うん、よ、動かす。じゃあ動かしてみますね、はい、まあ玄関から見て、それ家なの、ね、俺が作った車どこにあるのと思うでしょ。見てよ。あと多分今ね、背中越しにこれ気になってると思うよ。こっちから見たら、ここも気になってるし、ここも気になってるでしょ。でしょ。じゃあ回転しますね。そう、あ、なるほど。これ回転させて物語が変わるんだ。そう、俺の車は走らせない。ほら、返事されてます。返事されてる。いや、こういう家だったらいいでしょ。でもまとめると、これはオーブンの暮らし。なるほどね。将来の、うん、将来のオーブンの暮らしを表してます。すごいね、確かに。せーの、にゃんって。まあ、ここトップにいる方、はい、2番目にいる方、3番目にいる方、うん、そして4番目、順位がつけられる時もやっぱ人生において、人生もあるよ、まあ、皆さんやっぱ何事もね、優劣つけられることは多いと思います。なる。でもやっぱりね、そう、こうやってね、一つの空間でみんなで幸せに暮らす、うん、これさえあれば順位なんて必要ないと思う、はい、僕は、うん、そのハッピーな社会、オーブン将来こうなろうよっていう、うん、で、ちなみにこれ紹介しますとですね、うん、まあ、ここ3人オーブで、うん、ここ4人目、これが裏のシュータ。これ俺だった、それシュータなんか。え、これ俺だったの。結構やばい、オーブンの暮らしを確かに、まあ、最終的には4人でこうやってね、ソフトクリーム屋さんこうやって開けたらいいな、開けたらいいなって思ってます。夢が、夢が、まあ、でもそれも人生やから、はい、お楽しみにしてください。
それではじゃあお二人の作品を。お二人の作品ちょっと見ていい？もうなんかキットで説明書見て作りましたみたいな感じになっちゃったんですけど。うん。それ。すごっ。僕すごいな。すごい。クミヤムなんですけど水族館好きなんですけど僕も。あ。じゃあ水族館をイメージして作らせてもらいました。あ、じゃあ夏の感じ？やっぱそうなんかまあ行ったっしょな水族館、ね。はい。水族館清涼感あるじゃないですか。隠れ熊の実いるよ。オレンジの。まあ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 隠れ熊の実も。すごっ。大体でもあの魚のことみんなにもの。ああ、正式名称。正式名称の方で言う。隠れ熊の実だから。そうだね。すごっ。これを皆さんで共有したくて、オーブの夏に入れたい、夏にこう組み合わせたいと思います。確かに水族館みんなでは行かなかったね。いや、いいなぁ、行きたかった、行きたいね。はい、じゃあちょっと最後、はい、リーダーの作品ちょっと見ていいですか。じゃじゃん。すごいマジですげー、良すぎ。すごい。これオーブの夏すぎ。これはやばいね。これは題名オーブの夏ですね。え、見たことあるもん。これあれですよね、ウィンドのステージじゃないですか。ウィンドのステージ、はい、ちょっとあのロゴをちょっと僕ステージだけは間に合わないんでロゴをちょっとカツくんに作ってもらって。え、ちょっとじゃああのこれちょっと持ってきてくれるんですか。あ、そうね、いいね、ガッチャン持ちましょう。そうだね、ちょっと本田くん気をつけてな、それ変わりやすいから。すごくない？そうだから、オフのこうやって豪邸からステージ上のオーブの、オーブで、オーブのステージ上。あ、びっくりした。あ、これ僕これです、これ。いや、ちょっとどれでもいい。あ、違う、それね、ちっちゃっ、ここはちっちゃ、ほらえぐない、これはオーブのオンですか、はい、おー、 あーすげー。いや、あれ、あれ、あれやります。最初のブリンブリンの演出。でー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 、あれ待って、でーでーでー見えちゃわない？でーでーでー、早めに見えちゃっていない？これ早めに見えちゃっていない？早めに見えてない？これえ、でもすごっ。いや、これすごいよな。私にとってもちょっと、もうこれが、これこっちがさ、うん、これとこれはさ、現在じゃん、どっちかっていうと、でこれが未来じゃん。やばいやばい、いけるか、いけるか、生が。こっちが未来だから、うん、未来。ああ、なるほどね、うん、こういうことじゃない。いや、ちょっと待って、いい作品やな、このキーじゃん。これ未来から来たんで、多分。あ、もう楽しかったですか、みんな。楽しかった、のめり込んじゃうね。ということで、オーブの夏をと、オーブの、まあ、人生を作り上げました。人生でのオーブのね、夏と、もうめちゃめちゃもう壮大、そう壮大になってくる。まあだから今こうやってライブ一生懸命頑張って、キューブの皆さんとしっかり今を楽しんで、最終的にアイスクリーム。いや、アイスクリームじゃないんだよな、別に。ここにいいんじゃないんだよ。来年の夏はオーブのアイスクリームを期待してください。オーブアイスクリーム楽しみにしてください。こうしてまたレゴ、ね、楽しいので皆さんぜひレゴで遊んでみてください、はい、すごいわ。で、なんかみんなが作った写真とか見てみたいね、うん、確かに、うん、確かにオーブ作ってほしいね、はい、なんかいろいろやって、うわいいわ、うん、それでは楽しかった、また楽しかった。普通に楽しいんだね、普通に楽しかった。だってめちゃめちゃ時間オーバーしちゃいました、本当にすみません。めちゃくちゃ暗くなってる人明るかったのに。もう本田君に関してはプロフィールに追加していけない本当に特技のライン。何それ、ちょっとマジであの来年はあのマスターモデルビルダー、ちょっとっもうプレイヤーの方で、はい、マジでなってもようかなって思ってます。すごいよマジで、はい、すごい肩書き。それではまた次の YouTube でお会いしましょう、はい、以上オーブでした。すごいわ。